アイテム番号 SCP-477JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル兵庫県淡路島南淡路市にサイト8155が構築され、SCP-477JP-1 の観測が行われています。現在 SCP-477JP 内の探査計画は打ち切られています。詳細については探査記録18を参照してください。遊覧観光船に偽装されたスクプスタズカネにより SCP-477JP 海上の巡視が行われ、民間人による SCP-477JP 及び SCP-477JP-1 への接触を防ぎます。財団所属の海洋物理学者は月ごとに SCP-477JP-1 発生時期の予測を行い、サイト8155へ通知します。この期間治癒及び突発的に SCP-477JP-1 が確認された場合、海上保安庁との連携の下当該海域を封鎖します。また、SCP-477JP-1 を抑制するため、SCP-477JP 海上デチン神話の侵食による乗り塗装上プロトコルが実行されます。説明 SCP-477JP は兵庫県、徳島県間鳴門海峡の瀬戸内海側海上地帯最深部に位置する都市上の構造群です。構造群は海底から地中へと形成されており、全体の規模は不明です。構造群の上部は推定、石と見積もられる船舶の残骸で覆われており、SCP-477JP の外殻として機能しています。これら残骸のうち数隻は SCP-477JP-1 によって沈没した船舶であることが確認されています。これまでの財団工作員の作業により外殻部の一部が取り除かれ、下海底洞窟を通して SCP-477JP 内部へのアクセスが確立されています。SCP-477JP 内部空間は大気及び地上と同程度の気圧を有しているほか、少なくとも、体以上の SCP-477JP-2 が生息しています。SCP-477JP-1 は SCP-477JP 周辺の海上において定期的に発生する異常な潮流を指します。SCP-477JP-1 は一般に、ナルトの渦潮、として知られる渦を引き起こす潮流よりも強力かつ不規則であり、潮汐、天候等の影響に及ぼされないことにより判別が可能です。この異常潮流は船舶の航行に重大な妨害をもたらし、1900年の財団前身組織による収容開始までに当該海域で確認された、県の海難事故との関連が疑われています。SCP-477JP-1 による被害を受け沈没した船舶は SCP-477JP の近辺に集積され、その周囲を覆う外殻が形成されます。沈神波の侵食による乗り塗装上プロトコルは SCP-477JP-1 の活動を抑制する効果があることが確認されています。録音音声及び侵食以外の人間によるプロトコル実施では効果を確認することはできませんでした。かつては守る神派及び収集員が自発的にプロトコルを実施していましたが、収集員の解散以降財団は沈神波構成員の招請を行い、現在の特別収容プロトコルが確立されました。SCP-477JP-2 は SCP-477JP 内の探査により確認された異常な人間型実体群です。SCP-477JP-2 は遺伝性、先天性の、編集済み、などの特徴を示します。これら実体から採取されたサンプルを精査した結果 DNA 構造において、編集済み、と類似していることが判明していますが、探査記録から得られた情報では SCP-477JP-2 は人間に対し暴力的に振る舞うことが確認されています。探査記録 18、日付1968年、月、日。補起兼ねてより内部構造の詳細が不明であった SCP-477JP につき、探査のため機動部隊、18、クヌギ、が招集された。事前に要注意団体より押収した資料に基づき、隊員及び装備の選定が行われた。隊員の選定基準として、財団に対する高い忠誠心、ミルグラム服従度検査において70点以上を得点、及び、編集済み、との血縁関係が10世代以上ないことを必須条件とし、この他に勤務実績、身体能力、無進行等が挙げられる。探査中は財団指定の歩、1、2体呪術装備を搭載したハザードスーツの着用を義務付けられた。部隊は財団所有の潜水艇 SCPS 大鳥に乗り停止 SCP-477JP 外郭まで移動、その後以前の潜水作業によって発見された侵入口より内部へと侵入、展開する。
人員は以下の通り。部隊長18、5、部隊員18、オツ、18、兵、18、艇、18、母、18、機。18、5こちらへ、18、5、司令部応答願う。HQ こちら司令部。無線受信を確認。感度良好。状況を説明せよ。18、5了解。我々は現在外郭部を抜け洞窟を通過し、停泊可能な水域を発見した。水上には空気が確認できる。簡易検査の結果成分はやや窒素が多いが人体に無害。これより潜水艇から脱し SCP-477JP へ侵入を開始する。HQ 確認。探査に着手されたし。約30分間の作業後、隊員全員が洞窟内に侵入した。18、公然隊員酸素供給を一時停止し装備後に乾燥。外気とのフィルターを作動させろ。乾燥作業のため数分間沈黙。18、公然員乾燥は済んだな、先住民がいるかもしれん。念。のため蛍光武装はいつでも使用可能な状態にしておけ。部隊は約5分洞窟を進んだ時点で、突如光が差し込む。部隊は巨大な空洞へと出た。空洞内にはスロープ状の構造が内山根に沿って構築されており、地形と続いている。中心は吹き抜けとなっており最下部は確認できない。壁には不明な光源が約10メートル間隔で設置されている。18、高司令部聞こえるか、空洞に下り坂だ。地形深くまで続いている。空洞の向こう側までは約80メートルといったところか。我々が通った遊園外の洞窟とも繋がっているらしい。これより地下へ侵入する。HQ 確認。注意して進め。18、気驚きましたな。この空洞は砂岩を掘って作られたようです。18、ボア。どうやらここの住民は多少自衛があるようだ。固定や寿司に段差までついてるぞ。18、兵一度転んだらそのまま一番下までまっしぐら、という心配はないですね。18、オツ一応注意しておくが転ぶなよ。もし装備を損失したら生きて地上に戻れるとは限らんぞ。18、こうその通りだ。くれぐれも足元に注意してくれ。部隊はスロープを下り、地ゲート進行する。途中、瓦礫の堆積群を発見。18、てこれを見てください。てが堆積群の中から何かを拾い上げる。この時てが拾い上げた物品は後に SCP-477-2 の前腕より先の骨格と判明した。18、こう骨だな。人間のものか18、低大きさからすれば成人の手の骨だと思われますが、末端部が異常です。資料として採取しておきましょう。18、ぼ、今夜は悪い夢を見れそうだ。18、兵、果たしてここの住民は我々を心よく歓迎してくれますかね18、こうそれを知るために我々が探査を行っているんだ。そろそろ行くぞ。部隊はさらに地下へと進行。海底から。M の地点に到達。司令部の音声受信装置に金属音が受信される。18、公然員やまれ。司令部、今の音を確認したか ?HQ 確認した。警戒を怠るな。18、公然隊員装備を確認。安全装置は外しておけ。ボ。この先を偵察してきてくれ。ボが先行し地下へと進行。た。の隊員はその場で待機。数分後、司令部の映像機器にボのカメラから送信された金属製の建造群の映像が映し出される。HQ、18、ボの送信から建造物を確認。直ちに合流されたし。18、高了解。ボ、はその場で待機しろ。今、すぐそちらへ向かう。数分後、部隊はボと合流。映像に空洞が突如開け広大な空間となっている様子が映し出された。空間内には多数の建造群及び光源が確認され、都市上に形成されていることがわかる。スロープは壁伝いに都市へと続いている。音声記録からは時折金属音が確認された。18、オツなんと。18、ボ。さながら工業都市といったところだな。建物はトタンやコンクリートで作られているようだ。18、コーヒーとめしるべ、第一目標は達成だ。
艇はここで司令部及び全隊員との通信を維持してくれ。た、の隊員は各自探査を行う。10分おきの定時連絡のほか、注目すべき物品を発見した場合は直ちに連絡を取ること。3.0 分後に再びここに集合する。各隊員により建造群の探査が開始される。探査開始から8分後、突如18、オツとの通信が途絶する。HQ18 応答を願う。オツ、との通信が途絶。確認されたし。18、こうこちら18、こう、特に異常は見られない。てぃ、オツとの通信状況はどうなっている ?18、てぃこちら18、てぃ、現在オツとの通信回復を試みていますが原因が。兵のカメラに人型の実体が2体映り込む。これらは後に SCP-477-JP-2 に指定される。実体派兵に向け何かを投擲する。18、兵具は。18、ボドをした。18、こえ、何があった。18、兵来るな、うめき声、この野郎。兵が発砲。映像によれば銃弾は実体に命中したものの損傷は見られない。実体は射撃を続ける A へと近づき、映像が飽和した時点で A との通信が途絶する。HQ18、こう、直ちに部隊を引き上げよ。兵との通信が途絶した。18、こう全隊員集合地点へ戻れ、これより帰還作業を行う。18、お待てよ、A はどうするんだ ?18、木何がありました、こちらは。木が点灯。映像には SCP-477-JP-2 実体が建造物上部から木に飛びかかり赤褐色の粘液を浴びせかける様子が映る。その後、木との通信は途絶。18、後期、応答しろ、無事か ?18、ボ、編集済み。18、艇隊長、こちらです。現在通信が途絶しているのはオツ、A、木の3名です。18、公募、直ちに集合地点に戻れ、これ以上は危険だ。18、ボ A は、木とオツはどうするんだ ?18、公一度戻ってからだ、ボ、司令部からの命令だ、戻れ。以降ボは公の呼びかけに応答せず、公、艇のみで地上へと帰還することとなる。帰還作業中にボとの通信が途絶した。その後約2時間の間、断片的にボからの音声通信が回復。以前呼びかけには応じず。18、ボ畜生、スーツが、不明瞭。18、ボ骨だ。骨、出てきている。18、ボ司令部応答を願う、誰か、クソ。18、ボ水だ。18、ボ、爆発音、銃声。18、ボ、木の装備を回収した。木、は、見当たらない。これを聞いてる奴誰でもいい、誰か。18、墓地が止まらねえ。こんなところ、不明瞭。18、墓クソ、誰でもいい、応答してくれ、こちら018、墓、現在侵入部より、不明瞭、にいる。遊園地だ、海底に。俺はどうかしちまったのか、遊園地のような建造群が見える。異常な実態が、不明瞭。18、墓、笑い声。18、墓忌まわしき、不明瞭、の子よ。幾度我らを苛むか。幾度我らの静寂を犯すか、呪われてあれかし。探査から2日後、突如18、オツからの映像通信が回復した。映像は約10分ほど続き、建設物内部へと侵入する様子が映し出されている。視点は廊下を進み、やがて複数の SCP-477-JP-2 実体が集合している一室へたどり着いた。室内には異形の偶像が立っており、中央には台が見える。実体は体の上に仰向けとなった18、兵を囲み、兵の口に赤褐色の液体を流し込む。兵に反応はなし。その後 A の腹部を、編集済み、した時点で通信が途絶した。吹き探査から3日後、SCP-477-JP 会場にて突如 SCP-477-JP-1 が発生、これまで観測された中でも最大の規模に達し周辺海域を航行中の船舶に対し甚大な被害を及ぼす。この際、当該海域に不明な船舶、後に収集員が保有するものと判明、が3隻出現、財団による封鎖を突破し船上にて乗組員が乗りと操縦プロトコルを取り行え。
プロトコル開始から5時間後に SCP-477-JP-1 は沈静化する。船舶の追跡及び確保は収集員からの妨害を受け失敗した。この事件を受け SCP-477-JP 内の探査計画は打ち切られる。探査により行方不明となった機動部隊隊員は KIA として処理された。対象。インタビュアー大藤博士。不機インタビュー当時対象は沈神派、神殿宮司であり、財団前身組織による SCP-477-JP 収容以前より代々 SCP-477-JP-1 の抑制ための利と相乗プロトコルを行っていた。現在も財団の対呪術部門顧問としての活動をする傍らの利と相乗プロトコルを継続している。録音開始。大藤博士はじめまして、財団フロント企業名、の大藤と申します。このドア、何かしら身分をお隠しになられる理由がございますのでしょうが感心しませんな。あなた方がどのような組織で、何をなさっておられるかは大方予想がつきます。大藤博士、失礼いたしました。しかし我々は機密を保持しなければならない理由があるのです。どうかそのことをご理解いただけないでしょうか?笑い、こちらこそ失礼しました。よ、おなそうとしながらも名乗れぬ身分もございましょう。重責を担う立場ならなおのことです。どうぞお気になさらず。それで、この度のご用件は?大藤博士は今日は、3にいくつか質問をさせていただきたいと思っております。まずはじめにあなたがナルトで行っていることについてです。あの儀式の効果や起源をお伺いしたく。ノリトはかつて海に沈んだ神をあの海域に留め置くための鎮魂にございます。荒御霊となった神のご力は強大です。あなた方もナルトの潮の流れをご覧になられたでしょう。あれは海に沈められた神がそのことを恨み、悟空を求めて起こすのです。もし沈めずに捨ておいたならば、神は地上にてさらなる災いを起こしかねません。かつて収集員と呼ばれた方々はそれを恐れ、私の18代前の先祖に神のご心を慰めるためのノリトを創造するよう命じたと伺っております。大藤博士神、ですか、には神は信じられませんな。信じ難いことではございますでしょうが、かつて人と神は密接に繋がっておりました。人々は神の怒りに触れて恐れを知り、神の恵みを受けて祭り崇める術を学びました。しかし現在では神を祀る人は少なくなりました。人々から祀られなくなった神はやがて荒御霊へと転じます。そうならぬように我々が代々沈めてきたのです。大藤博士なりほど。ではナルト海底の構造群を作り上げたのはその神なのでしょうか?いいえ、おそらく、編集済み、が築いた集落でしょう。大藤博士、編集済み?ええ、神。というのは祀られなければ身力が弱まります。先ほど申した荒御霊は、神が気が衰えていくのを恐れ祀られることを求めた結果転化するのです。また神の中でも強い身力を持つ者は気の体を分かち、祭祀を行う者を生みます。それを、編集済み、と呼んでいます。ナルトの海に沈む神には、編集済み、を生むだけの身力があるでしょう。しかし、編集済み、だけでは限りがあります。彼らは神の血肉を受けまましいではいますが、神よりはるかに劣る存在です。神はそれらからの崇拝に飽き足らず、さらなる信仰を求め海底より我々を引き込もうとするのです。大藤博士なりほど、その、編集済み、は人類についてどう思っているとお考えですか?そこまではわかりかねます。しかし閉鎖的な環境ゆえに我々が彼らの領域を犯した時には牙を剥くかもしれません。関わりを持とうとは考えない方が良いでしょう。大藤博士、編集済み、は人類に対し牙を剥くと?先ほど申し上げた通り、編集済み、が我々をどう捉えるかはわかりません。しかし古くから触らぬ神にたたりなしと言います。私、ができるのは海の上から神を沈め、編集済み、が地上に目を向けぬようにすることだけです。録音終了。